今ですね、津波警報もう解除されてるんで少し見に来てみました。やっぱりなんか海がめちゃめちゃ濁ってます。まあここは河口なんでちょっと逆流してるような感じ見えますけど、普段こんなに汚くないんですけどね、やっぱ津波の影響もあってかすごい汚れてる感じがします。ここは湾なんですけど、湾でも結構荒れてますね。すごいね。めちゃめちゃ鳥いる。うわ、いくいくいく。なぜかここだけ密集してます。ここ多分火力発電があって海水温高いんですね。ここに集まってますね、大量の鳥が。うわ、やっぱり荒れてる感じですね。これ地震で崩れたんですかね。めちゃめちゃ瓦が落ちてる。うわー、あの家もすごいな。地震の影響ですかね。ここは波が一番激しい場所。やっぱりすごい波がありますね。これもすごいですね。これ地震の影響なのかな。めちゃめちゃ崩壊してる。こんにちは。うわ、昨日地震すごかったですね。地震大丈夫でした？地震何？地震大丈夫でした？おかげさんでな。あ、かな、この海の、海すごい地震だったよ。そうですよね、うん、海沿いのこの集落の方たち避難されたんですか？避難されました。海、津波とか大丈夫でした？うん。うん。みんな大丈夫だった、おかげさんでね。ああ、そうですか。あ、よかった。石川県あたりやばらな。そうですよね。かわいそうだね。これはすごいですね。これ、定期網に入る品物だ。あ、そうなんですか。うん、へえ。定期網にの、はい、家内の定期網に入ったのの、持ってきてくれたの。すごい、うん、その場でさばいてるんですね、うん、タナゴとカサゴとアジですね、うん、さすがお上手。じゃあこれ40年も50年も漁師やっとったからね。ああ、そうなんですか、うん、すげえ。俺だって自分と違うんだ。もう学校卒業すると、うん、親父に引っ張られて、はい、うん、へえ。そして漁師の何十年やったんだよ、うん、へえ、うん、めちゃめちゃお上手ですね、うん、川崎魚さばくのどんな大きなのんでも、うん、
10キロ15キロっていうブリ見てのもんでもあんなもんでも何にも、背開きにして干すんですか。うん、かえってこういう小さい魚っていうのは仕事はしづれえわ。お気をつけてお過ごしください。